ったよ。最悪だな。ちょっとね、地面上って言いだしたらさ、大したらどうもできないですね、これ。ちょっと怪我するからね。それは怖いですね。うん、だからちょっと自主練的に今日はね、やった方がいいかもしんない。それの方がいいです、ね。ね、慣れてるからかな、うん、ちょっとこれ止まるの怖いんじゃないですか、うん、あ、まあ、寝起きですしね、うん、あ、いいステップですね。ちょっと歩いてんな、でも、うんうん、新しいですけどね。ちょっと歩いてんな、でも、うん、絶対歩くなちょっとあいつ絶対歩くぞ。ちょっと見てて、突き出しで歩くからほらまた歩いた、今、うん、でほらちょっと怖がりすぎてるから床が。いやでも滑りますね。ちょっと怖がりすぎてちょっとトラベリングになってるから。そうですか、うん、でも発想はいいんですよね。そうすればずらせますもんね、うん、ディフェンスを。結構いいピボット踏んでるんだけど、うんうん、タイミングをずらすって意味では、うん、まあいい発想ですよね、練習としては、うんうん、そうだね。ほら歩いたほら歩いた、うん、見てろ、突き出しで歩くから見てろ。ちょっと足元をピックアップしてみますね。うんうん、もまず持ってるな持ってるなほら歩いたほら歩いた、必ず歩くよ。これ NBA でも取られますからね。取られるよね、取られますから、うん、ストバスでも取れる。ちょっと突き出して歩くから見てろ、うん、突き出しでほら、まだ歩いたな突き出して絶対歩くぞ、今日多分突き終わりでも歩くからね、あれ突き出しで、まずほら歩いた、突き終わりだぞ、ほら歩いた、突き終わりだぞ、ほら歩いた、突き終わりだぞすんげえ歩いたぞ今ほら結構大胆、大胆に行くの。うん、月終わりでも歩くようになったな月終わりで歩いてますね、これ全部歩いてる。でも今日3月1日に月始めなんですけどね、今日3月1日に月始めなんですけどね、今日面白いねちょ、ブレッカだ、ブレッカだ、うん、見てろ、はい、うん、ほら歩いてる今日歩いてるな、あいつ歩きながら振りだめ絶対に捻挫しないぞっていうステップだな、あれ。ほら歩いた軸足左でしょ今、うん、ほら、あ、浮きましたね。ハンドボールとか、うん、必ず一歩多いんだよ、必ず一歩多いの、うんうん、ほら歩いたすぐ歩いちゃうんだよ今日見てる、見てる、すぐ歩くから。最初はディフェンス入れて、わかりました、うん、ディフェンスいれば、うんうん、多分有効かどうかが分かりますよね、うん、見てろ、歩いた汚ねえな珍しいですよね、汚いプレー透かしてるもんな、しかも汚ねえな歩いて完全に。それがもっと練習していいよ、うんうん、軸足変わった軸足をね、わかんないかよわかんないかよわかんないかよかいてねえだろ結構寒いっすからね、今日結構寒いからね、うん、歩いたドリームシェイクから一歩歩いちゃった感じですね。あれ何歩歩いてんねん今うまいねもう右へ左へすごいっすね、多彩なステップが。滑らんねえ、今日絶対に滑らないぞって調子いいですね身についてるなあ、そうなんだよ、あ、滑るからビビっちゃうの、シュートがそういう問題じゃないからねかなだされてる、滑ってよ、滑ったよ、ズルしてっからねあ、くそ、すげえな、まだ踏み込めるけどさ、うん、ボールが滑っから、ボールのせいだね、これはあ、ほら必ず歩いてんだよな、うん、いいぞ、こうは歩いてんだよな、よしあれ OK だったら何で終わりなんで止めらんねえ気持ちよさ逆にさ、いやもうこんな動画5分入ってるもん。君との愛言葉、幸
ませんはいはい、疲れたな、あれ結構疲れんの、あれ結構疲れんの、疲れっすよ、気使うから足元に気使うから次はどんな面白いトラベリングしてやろうと思うでしょう。Wait.